田口八重子さんという方が長くお働きになっていて、お子さんを抱えて働いていたんですが、42年前に北朝鮮によって拉致されて、あろうことか1987年の大韓航空機爆破事件の際に捕まったキム・ヒョンヒ、このキム・ヒョンヒ容疑者が告白して明らかになったんですが、北朝鮮のテロ工作者に日本語教育を、あるいは日本の生活の習慣を教える教師として、そういう仕事の加担をさせられた、こういうことが明らかになりました。お母さんが失踪したまま赤ちゃん幼児の段階で託児所に置き去りにされた方も、もう40歳を超えて、今お母さんを取り返すために連日、川口市のご出身なんですが、川口駅の方で拉致被害者を救ってくれ、こういう署名活動をやっております。私たち池袋に縁のある人間も、この池袋西口で働き、そして志半ばに北朝鮮の横暴勝手なやり方でさらわれた人を何としても取り返したい、こういう思いでこの池袋で北朝鮮による拉致被害者を救う署名活動を始めました。どうか皆さん、お休みのところとは存じますが、少しの間お時間を貸していただき、今私たちの仲間が訴えております署名活動にご協力いただきますようよろしくお願いします。また今、拉致被害者というのは17人が政府によって認定されていますが、北朝鮮によってさらわれたと思われる行方不明者、これを特定失踪者と申します。かなり北朝鮮による犯行でさらわれた可能性の高い方、これはなんと全国で判明しているだけで900人近くの方がいらっしゃいます。こうした方々を取り返すために、やはり私たちは頑張って政府の取り組みを強めるとともに、今この特定失踪者の問題に取り組む特定失踪者問題調査会という会があります。この会は皆さんから情材を集めて、毎日毎晩北朝鮮に向けて日本語、あるいは中国語、朝鮮語、英語の放送、これをやっております。北にさらわれた人々が少しでも希望をつないでいただけるように、またあの独裁政権の中から逃げ出す人は毎年かなりの数に上るんですが、そういう方々が西側世界の状況を知り、またこの拉致被害者の方々の情報を提供していただけるように協力をお願いする、こういう立場で短波放送潮風というのをもう2005年から運営しております。毎年大変なお金がかかりますが、日本国民の情財で運営されております。ぜひ皆さん、この潮風の運営のためにも、ほんの皆さんのご負担のならない範囲で結構ですが、ご支援募金をいただければ幸いでございます。大変お騒がせしております。こちらは豊島区議会議員の楠沢良司さんと一緒に、北朝鮮による拉致被害者、特定失踪者の皆さんを救うための署名宣伝活動を行っております。お休みのところとは存じますが、ぜひ皆さん少しの間足を止めていただき、我々の訴えにも耳を傾けていただき、署名にご協力いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。皆さん、この池袋西口、私も立教大学が母校でございまして、学生時代以来40数年の付き合いでありますが、この42年前にこの場所で働いていた、働くお母さん田口八重子さんが北朝鮮に拉致されて、あろうことか北朝鮮のテロ工作員、
これらの人々が日本人に化けるための日本人化教育に協力させられていることが、1987年の大韓航空機爆破事件で捕まりましたキム・ヒョンヒ容疑者の白状で分かりました。このような形で拉致されたことが明らかになっている方は17人なんですが、北朝鮮による拉致の可能性の高い行方不明者というのは、国民の自発的な調べや警察の調べで900人近くに上っていることが分かっております。こうした状況をすべて解明し、志半ば人生の幸せを追求している半ばで、独裁国家の身勝手な論理でさらわれた人たちを何としてもこの日本に取り返し、幸せな生活を回復していただきたい、そういう思いで私たちはこの楠沢良治さんを中心に、池袋あるいはちょっと遠くからも来ている方もいるんですが、ボランティア活動でこの池袋西口で皆さんに拉致被害者を取り返す訴えをさせていただいております。どうか皆さんちょっとの間足を止めていただいて、署名にご協力いただけますよう、また短波放送潮風という北朝鮮に向けた放送をやっている特定失踪者問題調査会への財政的な支援も皆さんに呼びかけております。どうか錠剤をお分けいただけますようよろしくお願いします。今日はこの地で働き、この地から幼子二人を残して北朝鮮にさらわれた田口八重子さんを取り返すために、私たちと一緒に戦う決意をしてくれて、そしてこの田口八重子さんを取り返す歌を作っていただいた地元のシンガーソングライターの梶幸宏さんが駆けつけていただいております。私、まあ、先にも述べましたように、立教大学で、学んで以来ですね、この池袋ずっと住んでおります。私は令和のたけちゃんが潰す対象にしております日本共産党というところでですね、20年間にわたり職員として、職業的な共産党員として働いてまいりました。しかしながら、まあ、国会議員の秘書をやってる時もですね、この拉致問題、ほんの少しお手伝いしたんですが、どういうわけかある時からこの拉致問題扱うなというような指示が出まして、本当に悔しい思いをしました。その後、まあ、共産党喧嘩してですね、追ん出されまして、その後ですね、追ん出されて間もなくお会いしたのが横田ご夫妻でした。横田めぐみさんのお父様お母様、本当に、もう合わす顔がないというかね、もう共産党の議員秘書って言ってもね、公務員の秘書ですから、皆さんの税金でお給料もらってたわけなんですよ。それで本当に国民のために働けないということは本当につらいことでした。本当に謝ってですね、それがきっかけでも自由に物が言えますんで、今回もですね、機会をいただきまして、こうやって、この私にとってはもうふるさとといえるですね、池袋の西口で、こうやって拉致被害者を救う署名活動で訴えをさせていただいているわけです。どうかですね、まあ、いろんな思いの方がいらっしゃると思いますが、明らかにですよ、全く普通の国民が、あるいは先ほどからお話をしておりますこの場所で、本当にお子さん、小さいお子さんを育てながら女で一つで働いてた方がですね、お子さんを残してさらわれてしまう、こんなことはね、どんなことを言い繕ったってね、正義であるわけがないんですよ。こういうことは絶対にやめさせなければいけません。こういう小さな幸せをね、壊すようなそういう行為はどんな国家であっても許してはならないし、また逆にですよ、こういう小さな幸せを守るのが日本の国家の責任なんです。このね、拉致問題を解決するというのは、日本が本当に国家としてまともになる、そのための一里塚なんです。そのために皆さんこうやっていろんな思い、生い立ちを持ちながら一緒にですね、この場で、署名を訴えているわけなんです。どうか皆さんお騒がせしますけれども、今日は豊島区議会議員の楠沢良治さんとご一緒に、この北朝鮮による拉致被害者を救うための署名活動へのご協力をお願いしております。また北朝鮮に向けて短波放送潮風というのを毎日放送しておりますが、その運営資金の財政的なご支援もお願いしております。どうか皆さん少しの間お休みのところとは思いますが、足を止めになって署名とこの募金に協力いただければと思います。
私はこの地元で、長くですね、住んでおりますジャーナリストの篠原丈一郎と申します。今日はこの場をお借りしまして、北朝鮮による拉致被害者を救うための請願署名活動と協力を地元の豊島区議会議員の楠沢良二さんとご一緒に、あるいは皆さん、いろんな仲間が来ていただいております。埼玉県の救う会の皆さんも馳せ参じていただいておりますし、また私今 YouTube でいろんな訴えをさせていただいておりますが、この YouTube を見て駆けつけていただいた方もいらっしゃいます。地元のシンガーソングライターの田地幸宏さんも歌でご支援していただいております。どうか皆さん、こうした有志の集まりに対してですね、大きなご支援をいただきますようよろしくお願いいたします。さて皆さん、先ほどですね、私は立ち話をしていて、いろんな方がいろんなお話をしていただくんですが、この拉致被害者の問題、改めてですね、何とかしなきゃって思いがね、この間安倍総理がですね、7年、9ヶ月ぐらいですか、この連続任期をですね、辞して、首相が変わったわけですが、公約の第一に拉致問題の解決を挙げてて、それが果たせなかったわけです。しかし思い返してみればですね、これは政治家任せていくもんじゃなくて、日本国民が本当にですね、取り返すという気持ちが強くね、海外にも内外にアピールされなければこれはやり通せない。最近、誰とは言いませんけどもね、私と変な論争をしている政治家がいるんですよ。この池袋あたりでよく飲んでんだけど、この人はね、あろうことがね、拉致被害者にね、身を寄せると言っていて、実はやってることは北朝鮮政府の代弁者だったんですよ。ですからともかく拉致被害の解決は日朝国交正常化が前提だということ、それから今生存情報を小出しに少し出してきてるんですよ、苦しいから北朝鮮はね。じゃその人たちだけの交渉をやんなさいと。例えば私たちが要求している900人近く上るね、特定失踪者の問題、その中で何人かは明らかに北朝鮮にさらわれてるのは分かってるんです。こういう人たちの問題を全部棚上げしろって言ってるのはこの政治家の言い分なんです。こんなことをね、言ってる人実は彼一人じゃないんですよ。これはね、よく党派で、左のやつはダメだな、元左が言うとね、全然説得力ないかな、そう言うんだけどね、どの党にもいるんです、慎重派っていうのは。日朝 国交回復規制同盟、議員同盟なんてのは自民党の議員が中心になってやってるんですよ。で私この間ですね、日本海側に行ってまいりました、取材に。で向こう側のですね、やっぱり地元の議員さんたちも、新潟市の議員さん、いろんな方会いましたよ。新潟側でね、拉致された人って多いんですよね、拉致されたと思われる人は。でも言われてました、実際に政治家が行動するときにやっぱり向こうに気を使って、もう大きく言えばね、向こうの議員って3つの派閥があるって言うんですよ。保守系の中ですよ、保守系の中に3つの派閥がある、韓国派、それから中国派で、ロシア派なんですって。じゃあ日本派ってどこにいるんだ。どこにもいないんですよ。無所属の人だけが本当に孤立を守ってるっていうのは状況が日本の政治なんですね。ですから皆さん、これは繰り返しになりますけれども、この拉致被害問題っていうのは政治家に任せてるだけでは解決しないんです。私たちが声を上げて、こうやってもう日曜日歩いたらあっちこっちの駅でね、拉致被害者返せって声が上がってないと、内外にこの声を広げることができない。今日は本当にね、そういう機会にもなってますし、もう池袋も楠沢良二さんが お礼をいただいて今年からやってるんですけれども、本当にもう4回目5回目になってると思います。こうした声をぜひ皆さん広げていただいてと思っています。私自身はですね、旅人ライターみたいなもんですから、車運転してどこでも行ってるんですけれども、もう全国歩いて訴えもしようと思ってます。私がこの決意をしたのはですね、今年の初めに神戸市で取材した時に、あそこにはですね、有本恵子さんという、拉致被害者がいらっしゃるんです。先ほど令和の竹ちゃんがお話しした元赤軍派のですね、淀川事件の犯人たちのグループに拉致された、北朝鮮に拉致されて行方不明になっている方です。でこの方はですね、ご両親が待っていたんですが、お母様が今年亡くなりました。今年はですから拉致被害者のご両親関係、有本さんのお母さん、そして横田めぐみさんのお父さんは亡くなったんですね。もう本当に皆さん高齢で、もう待ってるのは大変なんです。時間がそういう面ではないんですけども、その有本恵子さんの周辺を取材したらですね、なんと他にもですね、北朝鮮にさらわれたらしい人が
40年経ってね調べても出てくるんです。これはある方の証言で聞いて辿ったらまさにその通りでした。有本恵子さんの恩師の英語の教師でした。この教師はなんと偶然とは言い難いんですが淀川事件の犯人の一人柴田容疑者の恩師でもありました。柴田容疑者は今日本で捕まって服役中でありますが、まさに淀川事件であちらに渡った最年少グループでして、この妻と一緒にこの有本恵子さんほか留学をされている方などを拉致するそういう仕事をした人物であります。私たちがちょっと考えるとですね、こうやって拉致問題ってのはバラバラに起きていることじゃないんです。おそらく複数の人に共通点があるということはその人たちの共通する生活基盤に誰か拉致をする対象者を選ぶ観察している人物がいるということです。従来はそれが朝鮮の人や工作員の人じゃないかと言われたんですが、どうも私は調べたらこれは日本人なんです。日本人が協力する以外に考えられないようなことがいっぱい起こっています。お隣の埼玉県の町の川口市、これは実は田口八重子さんのふるさとなんですが、ここでは5人の方が拉致されているらしい。特定失踪者なんですよ、みんな。でも不思議なことに同じ高校の同窓だったり同じ家族から2人だったり、全くその人たちの生活圏にいる人間が観察してその人のデータを集めてそれで計画的に拉致する。私もいろんなケースを今勉強しているところですが、偶然引っ張ったなんてことはしないんです。彼ら北朝鮮の工作者というのは綿密に計算して計画してさらってるんですね。ですからその事前のですね情報を集めるにあたっては朝鮮の人たちだけじゃ無理なんです。必ず日本人の協力者、これは私は心当たりがあるんですよ。この池袋にも本拠地があるね新北朝鮮思想団体があるんです。この団体はあまり表に出てこないけれども労働組合とかいろんな団体の隅っこに隠れてこそ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 ね活動してるんです。でも驚いたことに最近は国会議員まで何人かいるんですよ。こういう人たちに任せておくわけにはいかないじゃないですか。ですから私は今思うんですけども、今拉致被害者を救う署名活動というのを皆さんに訴えておりますけれども、私自身はもう一つですね今仲間と相談して40年経った事件でも、あるいは拉致被害というのは数年前も起こってるんです。実はこれはどうも拉致らしいという事件は起こっていて、今生存されている方、お子さんの段階でね連れ去られた人もいますから、お若い方は30歳そこそこって人はいますよ。向こうで生きてらしたらまだまだ人生これからじゃないですか。そういう方たちを取り返すためにももう一度一つ一つの事件で、ね、捜査し直すべきなんです。私のような捜査の素人だけど、まあ、調査ジャーナリズムって言いますが、調査取材をする人間がやればいろんな手がかりが出てくる。これだけでも捜査が不十分だったことは明らかです。私は想像するに難くありません。昔あの国北朝鮮は地上の楽園と言われ、ちょうどですね50年前の皆さん図書館にありましたら週刊読売とか別に左翼系でない本も見てください。グラビアに結構載ってるんですよ。チュチェの国、本当に地上の天国がある、自主的に社会主義建設をやってる、指導者と国民がよく団結した美しい国だ。これ何もですね共産党の人とか左派の人が言ってるんじゃない、読売の記者が言ってるんです。こんなことが常識だった時代に一番多く拉致被害が起こってるんですよ。つまりみんな騙されたんです。でこれをですねきちんとさせる上ではそうした幻想を振り払い、当時はですねこうした北朝鮮を来賛する人たちの背景には旧社会党の大物政治家、旧社会党って言っても今社会民主党ってあるかないか分かりませんよね。昔は100議席ぐらいあったんですよ。自民党について第2党なんですよ。与党になったことだってあるんです。こういう有力な政党が多数議席を有しているもとでは、私も国会で長く働きましたから分かりますが、警察は動けません。今でももう一度ですね警察を動かしていく必要がある。警察が一番調査力ありますから、今からだって分かるはずです。こうしたことをやめさせようとする人たちもいます。今
特定失踪者なんてただの行方不明者に過ぎないなんて言い放ってる国会議員もいますよ。この辺りで飲んでるやつです。もう池袋洗ってほしくないですよ。彼は乗り継ぎ駅なんだけどね。彼平和台住んでるから、まあ、バラしちゃってもいいんですけどね、こういうことね、国会議員はね。まあそういうようなこともありますんで、これからはですね、まあ僕は菅さんにも期待しておりますけれども、総理大臣任せ、政治家任せでなく、常にですね、こうやって有志の皆さんで集まってですね、拉致被害者を取り返すんだという取り組みをしていきたいと思います。どうか皆さん、今後ともですね、大きなご協力をよろしくお願いいたします。小池さんね、もう地方の議会っていうのは大変重要です。今拉致被害者の問題でも今請願の署名を上げるとか、そういうことでね、かなり力を発揮してきたのが地方議会なんですね。これからもそれは変わらないと思います。ぜひですね、埼玉にも多数のですね、特定失踪者の方がいらっしゃいます。埼玉県の三郷市です。ぜひですね、こういう仲間を増やしていただいて、この拉致被害者を救う運動を大きく発展させていきたいと思います。ありがとうございました。立派なもんだと思いますよ。もう本当に私だってね、もうね、昔はね、恥ずかしくてね、できなかったですよ、こんなことね。まあこの池袋って慣れてましてね、もう学生時代からここで演説するのはね、よくやってました。そうしますとね、不思議なもんでね、昔は原稿書かなきゃね、原稿をね、書いてね、5分ぐらいのをね、見て覚えてやったもんですけどもね、今はもうこうやってね、もう適当に立ってですよ、その場の皆さんの顔を見ながらね、なんとなく言葉は浮いてるんですね。これ昔ね、あの国会議員かなんかの秘書やった時にね、この若い20代の頃は不思議で聞いたもんですよ。一体ね、先生これどうやって演説してんの。いや、慣れりゃできるんだよ、言われてましたけどね。でも慣れるっていうのはね、普段から心にね、いろんなことを考えてないとダメなわけで、まあ、この拉致問題についてもいろいろ思うとこがあるから、こうやってお話ができるわけですね。まあ、そういうことでね、引き続き、拉致問題について、今日は5時までね、この場所をちゃんと靴沢さんがですね、この所轄の警察署にもね、許可を得ましてちゃんと手続きやってるんですね、楠田さんはね。そういうことでやらせていただいておりますんで、時間無駄なく訴えをさせていただこうと思います。こちらはですね、ご通行中の皆さん、こちらは豊島区議会議員楠田良治さんと一緒にですね、北朝鮮による拉致被害者を救うための署名活動のお願いをしているボランティアグループです。どうか皆さん、少しの間お時間を貸していただいて、署名にご協力いただけますようよろしくお願いいたします。この池袋西口の地は、皆さんも名前を聞いたことがあるかもしれませんが、田口八重子さんという、小さなお子さんを育てながら、この池袋西口で長く働いた方なんですが、この方が北朝鮮によって拉致される、これが判明したのが大韓航空機事件という、韓国の旅客機が爆破されるテロ事件で、犯人の北朝鮮工作員キム・ヒョンヒが告白しまして、彼女が日本人に化けていたんですが、この北朝鮮のテロリストを日本人化する教育に協力させられていたのが拉致被害者田口八重子さんだということで、拉致被害の顛末が明らかになった方なんです。これ拉致されたのがですね、今から42年前になります。私はこの池袋西口の地に住んで40年以上になります。ジャーナリストの篠原丈一郎と申しますが、私の子供が小さい頃、保育園に通う途上にですね、この田口八重子さんがお住まいになっていたマンションがありまして、しばしばですね、それを見ながら、あ、こういうところから拉致されたんだなと思ったんですが、このマンション実はまだあります。そういう長い年月を経てですね、この田口八重子さんが暮らした痕跡はこの池袋に残されております。ですから、私たち池袋西口に住まう者としては、何としてもこの身勝手な独裁国家北朝鮮のためにですね、犠牲になっているこの生活をですね、田口八重子さんに取り戻していただきたい、そういう思いで今日は拉致被害者を救うための署名活動を皆さんにご協力をお願いしております。どうか皆さん、この道をですね、池袋西口を行き交うのも何かの縁でございます。この地からさらわれた、北朝鮮にさらわれた拉致被害者田口八重子さんを救うためにも、ぜひ少しの間足を止めになってこの署名に協力いただければと思います。また私たちは短波放送潮風という北朝鮮に向けて毎晩放送している放送がございます。日本語、中国語、朝鮮語、英語で放送しておるんですが、
この放送によってですね、拉致被害者の方々、北朝鮮にさらわれた方々に希望をつないでいただく、必ず救出するという夢をつないでいただく、こういう思いで、放送を継続しているんでありますが、この潮風放送に、財政的な支援をしたいと思っております。どうか皆さん署名とともにこの短波放送潮風のために、財政的なご支援、ご上座をいただければ幸いでございます。こちらは豊島区議会議員楠沢良治さんと一緒に、この池袋西口で、北朝鮮による拉致被害者を救うための請願署名活動にご協力をお願いしているボランティアグループです。どうか皆さんご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんか演説大会になりました。ちょっとねやっぱりね還暦になるとね、前はね1時間ぐらいずっと喋りっぱなしだったんですけどね、今はねちょっとね10分ぐらいずつねこうやってね、休まないとダメなんですね。はい、こんにちは、どうも。そういうことでね、私もですね、私は長く立教大学っていうところにですね、行ってからですね、割とすぐ共産党というところに勤めまして、初めはこの地元の共産党ね、池袋の丸井の裏にあるんですよ。今でも事務所あります。そこに勤めまして、それからですね、国会議員の秘書もやって、ということ2004年までね、4年いっぱいまで、共産党の中央委員会というところに勤めておりました。その間にですね、国会の仕事の中でこの拉致被害者問題も詳しく知る機会を得たんですが、残念ながら政治の場っていうのはね、いろいろねじれておりまして、素直にですねこの拉致被害者を助けるということで動くのがはばかる場面が多くございました。今ですね共産党を追い出されてですね、好きなことを言えて、で今はジャーナリストとして、全国各地、あれも一時はですね世界各地行って歩いたんですけどもね、私はだから取材で北朝鮮の工作員というのも取材したことがあります。これはモンゴルのウランバートルというところで、モンゴル政府の協力の下で、この工作員にインタビューをしたことがございますが、彼らもですね複雑な思いで、活動しているということが分かります。やはりですね故国に家族がいて、家族が人質状態になって、しかもですねちょっとつらいなと思ったのは、その人は才覚がある人だったんですが、活動の費用なんてのは国からもらえないんですね。自分で稼げっていうんですよ。ですからその人はモンゴルでレストランを経営し、中古車の販売をやってるようなそういう方でした。だから私が日本人だと知ってですね、なんか高級車のね中古部品っていうのを日本から輸出してもらえる手立てがないんだろうかなんて話をされましたけども、そういう形でですね、困難なもとでもね、故国に残した家族のために、心をそこになくともね、北朝鮮のね犯罪行為に手を貸している人々というのは世界中にいるんですよ。でそういう中でこの日本というのも皆さんご承知の通りだと思います。日本というのは私が言うとちょっとあれなんですけどね、スパイ天国なんですよ。で私も最近ね、脱北者の支援ということをやっておりまして、例えば韓国から大物脱北者の方が日本にいらっしゃるときご案内したこともあります。そうしたときはね、なんと韓国からスパイの人たちがいっぱいついてきましてね、ずっと尾行するんですよ、東京の中もね。でそういう人たち一番効き目があるのはね、カメラを向けることなんですね。カメラを向けると逃げていくというねことなんですけどね、情けない限りでね、その人は大物だったんで日本の警察官の方がボディーガードについてくれたんですが、その警察の方がおっしゃるんです、日本にはこういうね危ない、よこしまな思いを持って日本に来る人々、あるいは日本の国民であって、そういうよこしまな思いを持っている国に協力する人々を取り締まる法律がないので、そういうものを現任してもね逮捕できない、こういうふうにおっしゃいました、警察官の方、去年のことです。本当にねこういう中で、こういういろんな国民を守る法律が不十分な中で、何十年と来たもんですから、日本では先ほど申しましたように特定失踪者という、北朝鮮による拉致の可能性が高い行方不明者が900人ぐらいに上っていると、実際私が取材した感じではおそらく1000人超えると思います。ちょっと私が調べるだけでもこの人はって思う人がいるわけですからね、ですからこういうことを解明していくためにもね、この今日お願いしております拉致被害者を救うための署名、これをですね国会に上げ続けなければなりません。そしてこうやって公然とですね、今日はっきり言いますよ、この池袋って街はいろんな意味で国際都市なんです。この姿というのは
他の国の人々も見ています。これは断言します。私だって知り合いいますから。もう、いろんな形で向こうに伝わるんですよ。でこういうことを池袋でやってるんだということは本当に直接的にもね、向こうに圧力になるんです。今まで例えば国会で議論します、あの北の国にね圧力ばかりかけてもダメなんだと、話し合いで解決しようじゃないか、一見綺麗事に聞こえます。でもあの国どういう国か知ってますか。私は北朝鮮から逃げてきた脱北者の青年たち支援しております。韓国にいる人たちも支援しております。韓国では本当に悲惨です。今大統領がスパイみたいな男ですから、この脱北者を弾圧してるんですよ。私の知り合いの22歳の青年は逮捕されました。なんでね、北朝鮮から、あの自由のない北朝鮮から自由を求めて、こんなことがね、今ね、アジアで起きてるんです。ですから、そういうことを許さないためにも、私たちは同じですよ。北朝鮮で苦しんでる民衆と同じなんです。私たちはその同じ苦しみを、拉致被害者という形で受けてるんです。ですから、この拉致被害者を許さない、いやもうこれくらいにしとこう、例えばこういうことをね、今日ね、今日来た方がこういうことをおっしゃいましたよ。拉致被害者の問題もっと役所でやるべきじゃないかということを言ったらですね、役所の職員が、いや日本も昔朝鮮には悪いことをしたから、役所の人間がこう答えるって言うんですよ。一体どこで勉強してきたのか。いやこれはね、深刻な問題ですよ。そういうことがね、学校の場で、あるいは職員研修の場で、労働組合で教育がされて、若い人はそれ信じてる人多いんです。私がね、あるいは楠澤さんが YouTube やこうやって街頭で訴えて、私は元共産党員ですよ。共産党員の時から同じこと言ってるんです。こんなことは昔こんなこと言ったって誰も言わなかった、文句は。でも今ねこれ言うとね、これも禁語なんです。でもあえて一回だけ言います。ヘイトスピーチって言われるんです。どこがヘイトなんですか。人をさらわれてそれを抗議して、どこがヘイトなんだ。こういうようにですね、一見まともなことを言うような対話でやれとかいろんなことを言ってますが、だんだんですね、他の国のように自由に物事を批判したり自由に意思表明をすることができなくなるような国になってるんですよ。これを食い止めるためにも、私たちはこういうこと言っちゃなんなんですけども、この拉致問題だけは守っていかなきゃならない。ここでは言ってはダメなんです。これは何としてもですね、北に、これは北の人が言ってるから間違いない。あの私はですね、今度ね、今年の4月の韓国の国会議員選挙で国会議員当選した一番高位なね、北朝鮮の高官だったですね、テヨンホさんって方がいる、ロンドンの講師をやったんですよ。北朝鮮の外交官から今韓国の国会議員になってムンジェインと戦ってる人です。この人といろいろ話しましたよ。会ってこの人は言ってるんです。北朝鮮という国はまともな神経な国じゃないから、話し合っても無駄せえよと、ギュッとね、悲鳴を上げるまで締め上げないといろんな情報はしてこない。逆にそういう厳しい姿勢があれば、今拉致されてる人だって下手なことはしないって言うんです。もし下手なことをしたら日本が何をするかわからない、それくらいに思わせておくのが一番いいんだというのが北朝鮮の中にいた人の意見なんです。ですから私はこの間安倍総理いろいろ言われましたけど、本当に正しいことやってきたと思いますよ。4年9ヶ月にわたってこれをぜひ菅総理が受け継いでほしいし、安倍総理がやってきたことがね、正しいなと思ったのは、トランプ大統領が2回にわたる米朝協議で拉致問題を本当に議題にしたことなんですよ。ボルトンっていうね、今トランプさんの敵になっている補佐官がいます。この人の回想録というのが今も英語出てきますが、もうじきですね日本語版出ます。その中に載ってるそうです。ボルトンさんが米朝首脳会談に一緒に行った時に、トランプさんの指示で自分のコンピューターで画面出して横田夫妻のね写真見したそうなんですよ、金正恩に。相手はのけぞったって言ってます。これはもうボルトンさん褒めるため言ってるんじゃないんですよ。でこれをね、なんでね、誰がやらしたのか、これは安倍総理なんですよ。安倍総理がトランプさんとの信頼関係を作ってやらしたことなんです。別に僕は安倍総理を応援して自民党の支持者でってそういうことはありません。ただ安倍総理がやったことは正しいから言ってるんです。
それ以上のことをね、できないできないって言うけど、野党は何ができたことがあるんだ。相手があること、相手はもうまともな国じゃないんだから、大きな国と一緒になって圧力かけるしかないんですよ。そういう形で一歩進めてます。そして今、私も今一生懸命攻撃されていますけど、どうですか皆さん、あの太ったお坊ちゃん出てきますか。毎回映像で出るのは偽物ばっかじゃないですか。もう出てこれないんですよ。なぜか、ひっくり返ったんですよ。これはね、中国共産とか言ってるから間違いないんです。ひっくり返ってね、指導できないから、個人的な独裁国家がなんでね、自分の権力を分けるんですか。妹とか首相とか党の副委員長に分けたわけですよ。もう独裁が解消してんですよ。だからこの間変なことが起きました。韓国の公務員が船から落ちて漂流しちゃった。誰も責任取れないから撃ち殺して無視しちゃったんですよ。本当に指導者がいるずるっこい国ならね、こんなことしません。人質に取りますよ。それができない、誰も責任取れないから、なかったことにしちゃおうとしたんです。こういう国家としての機能が麻痺し始めて、だいぶアメリカの圧力が効いてる。私はいろんなところからいろんな話聞いてますよ。アメリカにも助けてくれって言ってるグループもいる、あるいは中国に助けてくれって言ってるグループもいる。もう国家としての体を成してないんです。こういう時に日本がしっかりした姿勢を示していけば、日本に対してやっぱり手を差し伸べてくれって言ってくるに決まってるんですよ。近い国ですから。今特に韓国は当てにならないから、その時にやっぱりチャンスが来るんだと思いますよ。だから私たちは絶対に、先ほど申したように、この姿は北朝鮮見てますからね。ここに皆さん集まってるっていうのは北朝鮮見てます。何も皆さんに狙われるんじゃない、日本国民は忘れてないっていう点で見てるんですよ。ですからこの取り組みは埼玉でもやる、池袋でもやる、今度浜松でもやりたいって話があります。そして横浜でもまたやろうじゃないかって話もあります。私みんな行こうと思ってますよ。ぜひね、皆さんね、今日ここに来ていただいて、こうやって話を聞いていただいて、今日は できればね、署名用紙も持ってっていただいて、こうやっていつもね、大きく声を上げなくてもいいんです。ちょっと隣の方に署名してみてくれませんか。それでいいんですよ。ちょっとその世間話の中で30秒でも1分でもこの拉致被害者の問題話してください。そういうことが口コミになって国民の中にもう一度広がるんですよ。いろんなこと言われると思いますよ。いや、日本もね、さっきの話じゃないですけど、公務員の方のように誤解して、日本も昔は悪いことしたんじゃないの、だから、仮に悪いことしたとしてですよ、私はそう思ってないけど、悪いことに悪いことで返していいわけないでしょ。それが人の道ですか。関係のない、それこそ13歳で中学校の部活の帰りにいきなり持ってかれるようなことがあっていいわけないじゃないですか。皆さん、このね、横田めぐみさんについては新しい映画ができました。今この流行り病のせいでロードショー遅れて来年2月の公開になるんですけどね、めぐみへの誓いって言います。野口翔という監督が撮りました。この映画はぜひね、これからまた皆さんにも協力をお願いしますけれども、お近くでロードショーができるように運動していただきたいし、また見ていただきたいと思います。今日集めた募金のうちの半分はですね、この恵みへの誓い、これをですね PR するためにですね、使わせていただこうと思っております。そしてあと半分はですね、先ほどから申している短波放送潮風、これは年間2000万円かかる運営者に言われてますが、おかげさまでですよ、靴沢さんのこの募金運動で潮風には250万円も渡したんです。この池袋でやればできるんですよ。全国でこういう声が広がれば、もっともっと短波放送も放送時間を増やしてできるんです。これがですね、いかに北朝鮮にとって困ってるか、一生懸命エネルギー不足の国が妨害電波を出してるんです。でも妨害電波出しても今分かってるんですが、首都平壌の周りだけしか妨害できないそうです。ほとんど北朝鮮の全土でこの潮風の放送は聞こえてるんです。実際に脱北した人が聞いている人はいました。またずるっこい人がいてね、地方議員で
友好訪朝団とか言って嘘こいちゃってですよ、短波のラジオ持ってって聞いた人がいるんですよ、日本人で聞こえてますよ。これなかなかの勇気だと思いますけどね。まあそういう形で我々は歯がゆいんだけどね、アメリカだったらとっくにもう軍隊出して国潰してますよ、自分の国の話だったら。だからアメリカの国民っていうのはちょっとさらわれても、まあ、この間亡くなっちゃった残念な方いらっしゃったけどね、返すでしょ。日本だけですよ、何十年も返さないのは。だこれはね本当に歯がゆいけれども、私たちができることでやっていくしかないんです。今なかなかこれはね直接関連づけるといろんな考えの違いがあるから言いにくいんだけど、日本っていうのは敗戦国って前提で、それが前提になった憲法というのは外国が作って日本に押し付けたもんだから、日本が自分の足で立ってこの国を守るってことがやりにくい法律だけになってる。これはね私は政治路線の中で職業的に政党の職員やってきて、憲法の改悪反対するなんてこともやらされたけれども、現実に憲法を見ればこの憲法が普通の独立国の憲法でないことは誰の目だって変なね曇りガラスを取れば明らかなんですよ。ですからこの拉致被害者の問題を真面目に考えるということは日本をまともな国にするっていうことにもつながります。どうか皆さんそのこともよく考えていただいて、ただねこれはね人によって法徳って大事なんで、この憲法に対する考え方の違いがねそのままだったら俺拉致被害者関係ないなんて言われないようにね、拉致被害者をきっかけに国のこと憲法のことも考えていただくということが大事なんじゃないんでしょうか。そういう呼びかけをしていっていっていただきたいなと思います。いろいろルール述べましたけれども、今日は訴えていただきます。はい、できました。もう日が暮れるのも早くなってまいりましたが、ぜひですね、今日はですね、この大体月に一度ぐらいやってきましたでしょうか、もう何回目かになる池袋での西口での拉致被害者を救う署名活動、豊島区議会議員楠澤良二さんとボランティアの仲間でやっております。このきっかけになったのは今田地幸子さんが歌っていただいたように、この池袋西口で、お子さんを抱えて働いていらしたお母さん田口八重子さんが あろうことか北朝鮮に拉致されて、テロリストの教育に協力させられるという残念な出来事が解決されないまま推移しております。これを何としても解決して、本来幸せを追求してささやかな暮らしをしていくべき人たちが帰るべきうちに帰っていただく、このために北朝鮮に拉致された方々を取り返すための意思を日本国民としてこの場で表明していきたいという思いでやっております。どうか皆さんね引き続きこの署名活動にご協力いただけますようよろしくお願いします。ご通行中の皆様におかれましてもお騒がせしますが、ちょっとの間ですねこの北朝鮮による拉致被害者を救出するための請願署名活動をやっておりますのでご協力くださればと思います。また北朝鮮に向けて毎日放送しております短波放送潮風、これは日本語、中国語、朝鮮語、そして英語で放送しておるんですが、これをですね北朝鮮の地に電波で届けて、かの地にさらわれた人々が救出に期待をつないでいただけるよう、また独裁政治の暗闇の中で暮らしている方にほのかに光が差すようにという思いを込めて放送を2005年以来続けております。この放送をですね何としても私たちとしても支えていかなければならない国民的な戦いだと思っております。どうか皆さんのご理解をいただきまして浄財のご寄付をお願いしております。こちらはですね豊島区議会議員楠澤良二さんとご一緒に北朝鮮による拉致被害者を救うための請願署名をこの場からお願いしているボランティアグループです。どうか皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。私はこの地で40年以上暮らしておりますジャーナリストの篠原丈一郎と申します。私自身このジャーナリストとしての生活の中でこの拉致被害者問題、ごく最近はかなり腰を入れて本腰で取材もしてまいりましたが、私は改めてですね過去の出来事、過去の解決されない出来事というよりは
全くリアルタイム今の問題だということを痛感せざるを得ません。昔拉致された例えば今田口八重子さんのお話をしましたが、私は今年の初めに神戸で有本恵子さんの周辺取材をしましたところ、有本恵子さんの恩師である教師の方もどうもこれは間違いなく拉致された可能性が高い、まあ、いろんなつながりの中で、分かってきたわけです。またそういう中で不思議なことなんですが、警察が途中まで捜査しているのにやめているというような事例もまあまああります。いろんな政治的な圧力、政治的な問題があってまっすぐな解決が図られなかったのがこの拉致被害者問題です。また拉致被害者という形で、日本政府が認定して、北朝鮮と話し合っているかも認めているんですけどね、こういう方々は17名なんですけれども、北朝鮮による、まあ、拉致の可能性が高い行方不明者ということが分かっている方々、これは900人近くいらっしゃいます。実際調べれば調べること出てきますので、実態的には1000人を超えるんではないかと私は推察しますが、こうした方々を全て救い出す、あるいは真相を解明するためにはもう一度ですね、この拉致事件の一つ一つについて、もう一度洗い出しをする、調査をし直すことがどうしても必要だと思っております。そのために、今回のような拉致被害者を救う署名活動というのは大いに盛り上げていかなければなりませんし、また別途ですね、これは楠田さんとも ご相談しますけれども、この豊島区議会においても、また他の市議会、町議会、あるいは県議会においてもですね、この拉致被害者問題もう一度捜査し直してほしいというような請願署名活動もね、考えていきたいと私は思っております。もう一度巻き直してやらないとですね、今まで政治家任せで惰性でやってきた、蓋を開けたらですね、拉致被害問題に寄り添いますなんて言ってた人がどう考えても向こう側の人なんですね。そういうケースもね、まあ誰とは言いませんけど、まあ、今日この辺で飲んでるかもしれませんけどね、まあ、沖縄にいたりこっちにいたり忙しい人なんですが、まあ、そういう方は別にしてですね、それはお考えでやってるんでしょうが、しかし圧倒的な国民の思いはですね、こんなですね、拉致被害者や特定失踪者をですよ、政治的な駆け引きの道具にしてほしくない、もう素直にですね、ささやかな幸せを追求して働いていた方々なんだから、みんな家庭に返してほしいんです。その全く国民として政府に要求する当然の願いをですね、届けていただきたいし、もう一度新しい政治家の方もいらっしゃいます。拉致事件が起きた時にまだ生まれてない国会議員だっているんですよ、今もうすでにね。こういうことを考えたらですね、私たちは忘れずに世代を継いででもですね、この問題は取り組んでいく必要があると思います。どうかこのあたりをご理解いただきですね、今日も大勢の方が集まっていただいておりますが、合わせてですね、ご通行中の皆さん、今署名のご協力、次々に署名していただいて本当に感謝に堪えません。この署名にご協力いただきたいし、また北朝鮮に向けた短波放送潮風の運営のための資金の寄付をですね、ご頂戴からいただければと考えております。どうぞ何卒よろしくお願いいたします。こちらは豊島区議会議員楠沢良治と一緒にですね、北朝鮮による拉致被害者を救うための署名活動を行っているボランティアグループです。どうか皆さん、一人でも多くの方がこの問題に、ほんの一瞬でいいです立ち止まって考えていただき、署名をお寄せいただきますように何卒よろしくお願いいたします。